シビティイギリス鉄道397型電車、イギリス鉄道397型電車は、イギリスのオープンアクセスオペレーターである、トランスペナインエクスプレスが運用を行う電車。各都市や空港を結ぶ、長距離列車に使用され、ロガニという愛称を有する。トランスペナインエクスプレスは、2016年から営業運転を開始した。 イングランド北部やスコットランドへの列車を運営するオープンアクセスオペレーターである。フランチャイズ権獲得に合わせて同社では所要時間短縮や乗客の快適性向上を目的に新型車両を多数導入する計画を発表しており、その一環としてスペインの鉄道車両メーカーであるカフに発注が行われたのが長距離列車用電車である九十七型である。 この導入に際しては、イギリス各地のオープンアクセスオペレーター向けの車両を所有するエバーショルトレイルグループからのリースという形が取られている397型はカフが世界各地に展開する動力分散式旅客車両ブランドシビティの一つとして、最高速度時速 200km の都市間列車に設計が行われた車両である。編成は5両編成で、 そのうち一方の先頭車は24人分のファーストクラス席が設置されている。車内には最大4台の自転車が設置可能なフリースペースやキャリーバッグなどの荷物が設置できる棚が存在するほか安全対策として監視カメラも搭載されている。また各座席には充電用のソケットが設置され Wi-Fi 通信にも対応する。車体の軽量化に加えて電力が 回収可能な回生ブレーキが備わっており、消費エネルギー量の削減が図られている。最初の車両は2017年に完成し、以降は試運転が実施されたが、その試験過程の遅れにより営業運転開始は、当初の計画よりも遅れた2019年11月30日からとなった。ウェストコースト本線を経由し、マンチェスター空港やリバプールと、 グラスゴーやエディンバラを結ぶ系統に使用されており、2020年現在12本が在籍する。また、トランスペナインエクスプレスでは、同社が導入した新型車両にノバという共通ブランド名をつけており、397型はノバ2と呼ばれている。整備については、導入時の契約により、カフが予備部品の生産を行う一方、整備自体はマンチェスターの工場で、 アルストムにより実施される。側面図、ありがとうございます。